こんにちは。ブランドが音を奏でるサウンズグッド。今回は東京ガスが提供する「ガスバーナーズ・イシュー」をお送りいたしますお届けするのは私小林うてなです突然ですがこの音何の音に聞こえますかちち という音の後にゴーという音が聞こえたと思います。これは東京ガスの工業用バーナーに点火して炎が噴き出す音なんです。ガスバーナーというと理科の実験を思い出しますけれど、それのもっともっと強力なものですね。ちょっと聞いただけだとわからないかもしれませんが、ずっと聞いていると炎が震える感じや遠くに突き抜けていく感じだとか、 音の中のちょっとした変化がわかるようになってきます。そうなると気持ちいいですね。飛行機に乗っている時やストーブの近くにいる時の感覚に近いかもしれません。静かではないけれど慣れてくると眠たくなってきたりしますよね。今回は4種類のバーナーを用意していただいたのですが全部音が違うのでそれぞれ別の刺激があって面白かったです。 点火音も聞きどころなので何分かごとに音をループさせるように作ってみました聞き比べていただいてお気に入りの音を見つけてもらえればと思います